プロ野球という厳しい世界で生きてきた一流選手の話を通じて警察官との共通点を見出し、日々の業務に生かそうと開かれたこの講演会。日本ハムファイターズで投手として活躍した岩本勉さんが、名護警察署の署員らおよそ40人を前に、出会いの大切さや先輩との付き合い方などについて熱く語りました。自分をちゃんと主張しながら、先輩と融合しながら、同僚と融合しながら、後輩ともしっかり融合して、強い組織、強い自分になっていくんじゃないかと思います。人との出会い、関わり方、付き合い方は、プロ野球選手もしっかり、警察官もしっかり、いろいろな、職種にこれから携わっていく上で、とても大切なことだと感じました。プロフェッショナルなアドバイスに感銘を受けた署員らは、日々の業務に対する心構えについて考えを新たにしている様子でした。